こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は日本郵政 IPO と、ね、久々の超大型の、新規公開株なんですけど、なんと3社公開します。で、当たり前ですけどね、東証一部にして決まりましたと。で、発行価格も、まあ、上限と。まあ、そらそうでしょうね。上限じゃない金額になったら、もう、公募あれ、心配されちゃいますんでね。この超大型3社、まあ、公募割れとかね、値段がどんどん下がっていっちゃうとかいうことがあったら、株式市場に冷や水を合わせるのはもう決定なんで、まあ、何が何でも、まあ、この公開は成功させるだろうと思います。ただ、あまりにも大型なんでですね、まあ、ちょっと申し込んでお金余裕があったら買って、まあ5%、10%値上がったら売るっていう程度ならいいんでしょうけど、張り切って何口も買ってね、すごい儲かるかというと、そうでもないだろうという気がします。まあ、大きな、ね、株式上場は、バブル経済の最後の時にね、NTT っていうのありましたけど、その時みたいな、フィーバーっていうのはもう今の株式市場だと考えにくいんでですね、大型なんで、公開価格は維持して、ちょっと上で、終値にすると。で、まあ、2週間か1ヶ月はね、公募割れしないように頑張って、買い支えるというような感じになると思います。新規公開株そのものはね、たまに儲かる案件とかあって、まあ、やるのは、賛成ですけど、まあ、この日本郵政3社、まあ、そんな無理して頑張ってやるほどのこともないなと。まあ、ただ、新規公開株、当たったことないという方はですね、まあ、こんだけ大型なんで、まあ、当たってる方いると思いますし、当たると思いますんで、まあ、やってみるのは悪くないと。ただし、Amazon 輸出で、ね、儲かる商品探して、アメリカに送ったが、まあ、はるかに儲かるでしょうということは、言えます。儲かる確率も、Amazon 輸出で日本の商品に変えた方が、はるかに、可能性が高いです。ただし、この日本郵政3社は当たったら買うだけでね、若干は儲かる可能性があると。でも長く持ってね、どうこうっていう株じゃないんで、まあ5%、10%上がったらね、上がる勢いがないとこを見たらもう売っちゃうというのがおすすめです。まあ、以前はね、よく IPO をやってたんですけど、しばらくやってなかったんで、まあ、この3社はやりませんけど、まあそういえばね、こんだけ大型なんで話題になってるなぁなんていうので、まあ、会員さん、あるいは動画を見てる方でもね、どうしようかなとか、当たったとか、ね、いつ売ろうかとかいう方がいらっしゃるかなと思って、まあ、ちょっと、予想公開の動画をアップしておきます。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。